こんにちは。マックス坂井のサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はイロハススパークリングリンゴエキス入り。なんかこういうのね、前も飲んだような気がするんですけどね、忘れちゃったんでまた買ってみました。スパークリングリンゴね、炭酸水、微炭酸ではないですね、期間限定ということで美味しそうですよね。じゃあいただきます。おー、あー、もうどう考えてもこれリンゴな、はあ、すごい濃厚な香りがしますね。はい、ではいただきます。はあ、うまい。味もすごいしっかりして、甘さもまあほどほどかなという感じで、これはねいいですね。また買うかも候補ですね。これは飲みやすい。結構炭酸はねきついかも、失礼っていう感じでね、いきますね。なんで喉のこうね、喉越しのシュワシュワ感は楽しめていいですね。うん、なんか目つぶって飲んだらこれがとてもね透明な水とは思えないぐらいしっかりとした味があって、うん、なんかでね割って飲んだりするとでも使えそうなぐらい美味しいですね。もう果汁なんだ。長野県産リンゴのエキスは入っているけど、それは果汁ではないですね。なんかあるんでしょうね、そのメカニズムが。その本物のものを使ってるけど、それはエキスであって果汁ではありませんみたいな。いいですね。なかなか。遠くではトンビが飛んでますよ。今朝ね、あれですね、トンビがカラスに追いかけられてましたよ。なんか縄張りみたいで、カラスのそこら辺が。んで、カラスすごいですよね。その、1羽でもこう追い払うけど、なんかね、鳴き声を出すと何匹かやってきて、何羽か、ほんで、やっぱり追い返すんですよね。その辺っていうのはやっぱカラス頭いいなっていう気がしましたね。鳴き声もあるんですよね、いろいろ仲間を呼ぶ役とかね。なんか嫌われますよねカラスって、はい、そのね空中戦取れればよかったんですけど、大体そういうのってねタイミング逃しますよね。この前のあのリスも本当すごくね、はっきりだからここにもいたんですよ、リス行った時あってね。そういう時に限ってパッてね、ある程度望遠で寄れるようなカメラとか持ってなかったりしてね。リスとか冬眠するんですかね。桜なんですけど、もう芽がねちょっと出てきてますね。これからまた寒くなっていくんでしょうけど、というわけでイロハススパークリング長野県産リンゴ、なかなかおすすめで美味しかったです、はい、というわけでごちそうさまでした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。